はい、どうも、しろこです。今回もですね、アンダーテールやっていきたいと思います。で、今回は、トリエルさんとね、多分、戦う的な感じなんじゃないかなと思います。ここね。お家に帰る方法を知りたいのね。はい、そうです。この先に遺跡の出口があります。その向こうは、地底の世界。一度出たら、もう中へは戻れません。これから私は、その出口を壊します。もう二度と、誰もここから、いなくならないように。いい子だからお部屋に戻っていなさい。戻るわけがなかろうやっていきましょうか。いやー、戦うのきついな。やだな。ここに落ちた人間はみんな同じ運命をたどる。私はこの目で何度も見てきました。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。あなたは何も知らないの。この遺跡から出ればあなたは彼らに、アズゴアに殺されてしまうわ。アズゴアって誰だろう。これはあなたを守るため。分かってちょうだい。お部屋に戻るのよ。いやだ。それでも僕は世界を見たい。止めても無駄よ。これが最後の警告です。いやでも本当戦いたくないんだけどね。ごめんね。どうしても出ていくというのね。そう。あなたも他の人間たちと同じなのね。なら残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。あなたの強さを証明するのよ。来たー。わあ、この音楽ね。この音楽、やばいよな。はい、トリエルに行方を探られた。というか、トリエルさんの目って赤いんですね。素敵ですね。とりあえず、どうしようかな。まあ、行動で分析しよう。トリエル、アタック80、ディフェンス80強くない？これはあなたを守るため。ちょ、待って。死ぬじゃん。死ぬ。危ないってか、食らっちゃったけど。トリエルは魔法の準備をしている。どうしようかな。ちょっと、逃がしてみるか。てんてんてん。意味ないかな。ほえ。あ、割と、あ、当たるか。くそ。トリエルは魔法の準備をしている。逃がす。てんてんてん。あ、でも、てんてんてんが増えて、ちょっと待って、本当に下手すぎ。ちょっと待って。無理。逃がす。何をしてるの？ちょっとずつ、あなたを逃がそうとして。はい、死にました。やめなさい。やめないよ。私はやめない。あ、こういう感じ。あー、理解した。理解しました。理解しましたよ。そんな目で見るのはやめて。あ、目をそらしてる。トリエルさんが目をそらしてる。これ角っちょにいればいい。 OK。 逃げなさい。これもこうして角っちょ。 OK。 上手くなってるぞ。てんてんてん。でもちょっとずつなんか攻撃が弱くなって、ルー当たるのね。トリエルは大きく息をついた。あ、もうやめてくれるんじゃない？もしかして。あ、避けてくれてる。助かります。もう飴玉がないんです。はい。来た。よっしゃ。わかってるわ。あなたはお家が恋しいのよね。でも、てんてんてん。逃がす。お願いだから、お部屋に戻って。てんてんてん。逃がす。私がちゃんとお世話をする。約束するわ。逃がす。確かにここは何もないところだけれど、いや、一緒に住みたいけどね。僕だったら私たちきっと楽しく暮らしていけると思うの。うん、一緒に住みたい。住もうこれ以上私を困らせないでちょうだい。逃がす。お願いだからお部屋に戻って。逃がす。逃がす。逃がす。私、本当にダメね。子供一人満足に救えないなんて。逃がす。早く逃げてくれ。いいの。わかってるわ。一生ここで暮らすなんて、あなたは嫌よね。慣れてしまうと遺跡はとても狭いところだもの。ここは、あなたにとって良い環境とは言えないわ。私の望みも、寂しい気持ちも、心配も。あなたのために、今は全部忘れましょう。お、来た。あー、来たー。よしよしよし。どうしても行くというのなら、私はもう止めません。でも、一度その扉の外に出たら、二度とここへは戻らないこと、どうか分かってちょうだいね。一緒にいようよ。一緒にいようよ。さようなら、私の大事な子。もうそんなこと言われたらさ、そんなこと言われたらさ、泣いちゃうよ。行かないで。一緒に行こう。一緒に外の世界へ行こうよ。戻れる？戻れるかい？
どこにもいない。うわー、いなくなってる。うわー、トリエルさん一緒にいたかったよ。行くか。じゃあ出ます。ほい。ん、一本道だ。あ、どんどんなんか色が変わっていく。しかも明るくなっていく色が。あ、出口だ。うわ、なんでお前がおんねんなんであなたがいるんですか。ちょっと行きましょうか。なるほどね、感心したよ君。自分ではうまくやったつもりでしょ。でもこの世界では殺すか殺されるかだ。たまたま自分のルールが通用したからっていい気になるなよな。たった一人の命を救ったからってさ。ふふふ、さぞかしいい気分だろうね。君は今回誰も殺さなかった。だけどさ、もしも殺人鬼に出くわしたらどうする。そいつに何度も殺されてとうとう心がくじけたら、その時はどうするの。苛立ちに任せてそいつを殺しちゃう。それともこの世界を完全に見捨てて僕に支配されてくれる。なぜなら僕はこの世界の未来を担うプリンスだから。心配しなくていい。君を殺して力を奪うつもりはない。それよりもっと楽しいことをやるつもりさ。怖っ。めっちゃ笑ってる子は。トリエルさん来て。消えるのか。あ、消えた。触れるわけじゃないのか。行きましょうか。あいつは何なんだ本当に。マジでラスボスっぽいよな割と。アンダーテイル。あれなんか1話目と同じ演出出てきたんだけど。あ、作った作者さんです。ありがとうございます。あ、オープニング的な感じなのかな、もしかしたら。とうとう外の世界だ。ん？地気味に隠しカメラがある。え、なんで？とうとう外だ。雪が降ってるね。綺麗だね。何も音をしないな、ここ。あ、なんだ？なんかガタンと音をしたぞ。誰かいるのか？え、急にほら、なんか今いなかった？なんかいるかもしんない。橋渡って、渡れる？え？誰？なんか人間っぽい感じだけど。誰？おい、人間。え、何？あなたは引っかかったな。手にブーブークッション仕掛けておいたんだ。あなたはサンズさんですよね。私知ってます。あれ、前にもこんなことあったっけ。こっちを向けて言う前に振り返ったしな。ま、いっか。あんた人間だろ。オイラはサンズ。見ての通りスケルトンさ。人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。つってもオイラ的には人間捕まえるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは筋金入りの人間ハンターだぜ。あ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのをくぐれよ。普通に通れるだろ。パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。陽気な感じで、てか音楽がいいな、ほんと。そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。ほう。あ、マジでちょうどいいんだけど。よう、パピルス。よう、では、ぬわーい。パズルを調整しておくようにと、8日前に言いつけたのに、未だに何もせず、勝手に持ち場を離れてフラフラと、こんなところで何をしているの。そこのランプを見ている。いいランプだろ。お前も見ろよ。そんな暇はぬわーい。テンション高いな。人間がここを通ったらどうする。人間の襲来に備えるのだ。そして、必ずこのパピルス様が、人間を捕まえてやるのだ。そうすれば、この偉大なるパピルス様の望みは、すべて叶う。人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。ちょっと適当なこと言わないでよ。この腐れスケルトンめ、あなたもでしょ毎日何もせずに骨クソをほじってばっかのくせに、こんなだと偉い人になれないんだぞ。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるんだぜ、スケルトンだけにな。おー、すごい演出、ズームイン。おもろいな、マジで。サム！またまた、顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど。なぜ俺様ほどの偉大なスケルトンが人気者になるのに、こんな苦労しないといけないのか。パピルス、たまには肩の力抜けよ。それが本当の骨休め、なんつって。面白い。めっちゃ好きだ。ちょっとやばいわ。うおー、もういい。俺様は自分のパズルの管理で忙しいんだ。まったく。お兄ちゃんは本当に、お兄ちゃんなんだ。骨の髄まで怠け者だな。にゃっは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 。めっちゃ浸透してる。はっ
面白い。やべ、めっちゃ面白いわ。よし、もう出てきていいぜ。いや、いいやつだな、サンズ。ありがとう。早く行かないと、パピルスが戻ってくるぜ。そしたら、オイラのキレッキレのダジャレが、再び炸裂するぜ。いや、めっちゃ、また、聞きたいです。ここは特にないのか。じゃあ、進みましょうか。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか？ここ最近パピルスは、ずっと落ち込んでる。あいつの夢は、人間に会うことだから、あんた、会ってやってくれよ。大丈夫。パピルスは、実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりをしてるだけだ。だから、一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。うわぁ、音楽がいいね。セーブポイントがある。あのランプの形のちょうど良さを思い出すと、決意がみなぎった。いや、面白いなぁ。はい、ということで、ちょっと短めですけども、今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。いや、トリエル戦がね、すごく心に来ましたね。次回、多分パピルスっていうね、サンズの、まあ、妹じゃねえわ、弟に当たるスケルトンくんと多分会うっていう話なんじゃないでしょうか。まあね、次回からはね、もうちょっと長めにね、撮りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。それでは、またねー。